平安無用でおじゃる。ぬばたまのよぎりはたてど君見えず、ひとり月夜の見れば悲しさ。あの方は今宵もお見えにならぬのか。わらわがこれほどお慕い申し上げておるというに、なんと切ないこの胸の内。姫、あえか姫。あ、天智様。残念でした。私でございます。なんじゃ、幼少の翁ではございませぬか。今自分何用でございましょう。知れたこと。せっかくの風流なこの月を、そなたと二人しっぽりと。あれ、何をなさいます。よいではありませぬか。どうせいくら待っても天智殿は来やせんて。え？天智殿はこの度羅生門の鬼退治を仰せつかりましてな。なんと、あの凶悪な。近頃都を騒がしているという評判の妖怪ですからな。天智殿は今頃三途の川の向こう岸かと。そんな、天智様が。死んだ者のことなどもう忘れて、ささこのおきらめと。あれ、おやめくださいまし。あれ、こう見えても私、先の帝おわします頃はプレイボーイとして鳴らしたもんですぞ。光る源氏か幼少の君かと言われましてな、宮中の女官たちがファンクラブを結成したほどでして。わかりました。そうまでおっしゃるのなら、ひねずみの皮衣を持ってきてくださいませ。それをプレゼントしてくださればお付き合いいたしましょう。こんなこともあろうかと密かに開発しておいてよかったよ。え、見たまえ、私の作ったひねずみの皮衣だ。え、ではつば九郎の小安貝を持ってきてくださいな。こんなこともあろうかとつば九郎の小安貝も作っておいたよ。仏の御石の鉢は、竜の首の玉は、もちろん蓬莱の玉の絵まで全部ある。あんた一体何も。ささいざ愛の使徒ね。いや絶対いや。そんなどうしても嫌。きっぱりはっきり嫌でございますわ。がっくりと。昔の二枚目今井塚子、カリニュラモン、おいればただのおじいさん、夜年並みのしわぞ悲しき幼少心の歌。よりによって鬼退治などを申しつかるとは。そう申されますな。見事お手柄を立てられれば、天智様のご栄達につながるばかりか、一躍都のヒーローでございますよ。相手は超凶悪な鬼なんですよ。いかに滝口の武士とはいえ、拙者とて命は惜しゅうござる。まあまあ、そこをなんとか。そこをなんとかって、大体ね、あんた検非違使でしょ。あんたが何とかするのが筋ってもんじゃ。そんな、私一人で行けって言うんですか。ひどいわ。鬼退治なんて私にできるわけないじゃないですか。もうしょうがないの。お、ついたついた。ここが何しよう羅生門じゃ。ひっそりとして何の気配もないが。すいません、検非違使の長から参ったものですけど、どなたかいらっしゃいませんか。いらっしゃいませんね。お留守みたいですから、またの機会に出直すということで。そういうわけにもいきませんよ。にゃーん。あれ、なんだこいつ。かわいい。お前怪我してるのか。
きっとイタチにでもやられたんだな。よしよし、今手当てしてやるぞ。さあ、これで大丈夫だ。こいつ、くすぐったいよ。りょうき、どこにいるの？りょうき！ああ、こんなとこにいたのかい。よしよし。こいつの手当てしてくれたの、あんたかい？ああ。ふん、優しいんだね、あんたって。礼を言うよ、ありがとう。いや、あそうだ、ちょっと教えてもらいたいんだが。そうそう、この辺で鬼を探してるんですけど、あなた知りませんか？なんだ、それなら私のことだよ。は？私は鬼だよ。あ、なんだ、そうだったんですか。って、おい、笑ってる場合か。私、なんだかあんたが気に入っちまったよ。ねえ、ちょっと寄ってかないかい？ちょっと待った。あ、よさんか、こら、あ、ダメ、ダメ。りょうきも喜んでるよ。そんな困るよ、お願い、話して。心配だわ。天智様の身に万一のことがあれば、わらわも生きてはおれませぬ。大変です。誰か。あの気の抜けた間抜けな声は確か検非違使の三星殿。三星殿、三星殿ではございませぬか。早川様、大変でございます。天智様が鬼にさらわれました。している間にも天智様はどのようなむごい目に遭わされていることか。天智様、わらわが今お助けに参ります。あらららお待ちください、あやか様。ねえ、あやか様ったら。さあ、ぐっとやってちょうだい。ぐっと、すいませんね。つまみもあるよ、イモリの黒焼きだけど、いけるんだこれが。ああ。ねえ、ずっとここにいないよ、不自由はさせないからさ、そうしないよ、ね。そういうわけにはちょっと。都に誰かいい人でもいるのかい？いませんよ、そんなの。嘘、いるんだろ？それはまあ、いないこともないですけど。忘れちまいなよ、そんな女のことなんか。どうせろくな女じゃないよ。きっと底意地の悪い陰険な女に決まってるよ。あんたもそう思うだろ？はあ。大方自分のことを高貴で奥ゆかしいお姫様だと思い込んでるけど、本当は世間知らずなだけの横柄泣き取りまくった女なんじゃないの？よく知ってますね。当たってる？あ、やっぱりね。そうじゃないかと思ったんだ。なあ、あやかさん。天智様、ここで一体何をしておられたのじゃ。そんな不潔なお方とは思いませなんだ。なんだよあんた、人ん家に勝手に上がり込んでさ。黙りゃ。さっきから聞いておればないことないこと言いたい放題よって、この性悪妖怪。何よこの陰険フラレ女。やめないかレディーたち。あんたは黙ってな。はい。きー、もういや、こんな世界。